ステータスは我がのエネルギーのレベルを決まる。ステータスは我がのエネルギーのレベルを決まる。リシェプの皆さん、おはようございます。本日皆紹介したいのは、どうやって一つの裏技であなたは今自信は全くないし、またこうね、対人恐怖症者で内向的でから自信満々の人、すっごく自信がある人に変えるというのはただ一つの技です。早速ですが、私は昔ながらすごく対人恐怖症とか、もう15年間以上、多分20年間以上で抱いてる。たまに今ね、こうすごく暴れん坊が見えるとすごくちょっと来るんですけれども、でも昔みたいではないですね。昔はすごくね来たんですけれども、今はね、向こう、僕は何もしなかったら向こうの何もしないというのパターンで、だからこう、でも自信に持ってもいいから、向こうはもう自信の人はあまりビビってるから、自分はもう自信見せたら、その暴れん坊も結構こっちからリスペクトをもらうというのパターンで、これはただの、エネルギーの問題です。では早速ですが、どうやってエネルギーを変えるかというと、結構簡単です。今ちょっとイメージしてください。 Prepare to fight。今あなたの好きの人は、目の前の好きの人は結構すごい病気があるから、すごく、ね、ひどい病気があって、でその人を助けるためには、今の目の前の色のプロスペクト、今のお客さんを本当に説得しなければならない。でその説得するだけで、そのすごくキモいじゃん。自分がこうね、この悩みがあるからこそ、お願いというの形になる。でもしかしてこの形で女の子でお願いと言ったら、もうすぐに行っちゃうんじゃん。猫も同じく、猫はね、こうね、なもう撫でたりはね、いらない時には撫でたりすると、もうすぐに行っちゃうか、ふわーって猫パンになる。でも次のシチュエーションなんですけども、たった今あなたは本当男として、めちゃくちゃ美人でもべっぴんの可愛い女の子はこっちに来て、でなんか逆なんする。つまり、あー、あんためちゃくちゃかっこいいじゃんって、なんか一目惚れとか信じるって。でそれはね、こうね、嘘ではない、正直に言うとこ、これちょっとイメージしてください。その時はすごくプライド、うわってびっくりするだけど、じゃ付き合うって言ったら、いや付き合うよ、いやまさに自分のタイプだから、ね、いや全然付き合うよ、全然違うエネルギーが体中で溢れてるじゃん。今ちょっとだけこれ想像してください。その3つの場面なんですけど、3つ目の場面ですけれども、今ね、あなた自分が本当に憧れない人、自分だったら昔も学徒さんね、例えば学徒さんですけれども、もしあなたはこうね、不動産だったら、ロバート清崎とかね、彼とかに来て、もう電話して、はい、もしもしって、なんと、はい、もしもしって、あ、清崎ですって、ロバート清崎です、えいって、で最初になるんでしょ、そのリアクションで。でそれ、えいって、でそっから、ちょ待って、本当にってと自分が思われるんじゃん。でその自分が思われたら、向こうは何言うかというと、今からあなたは90日間はずっと頑張れば、一生懸命頑張れば、僕はあなたの口座に1億ドラを振り込みします。ちょっとだけ想像してください。しかもこれはね、自分で渡す。その1億を自分で渡す。1億ドルは自分で渡す。自分、うわーって思うじゃん。でそっからすごくやる気がすごく出る。すごく出る。
だって自分が大好きな人はわざとここに来て、でなんか金渡すじゃん、うわーってなるんじゃん。だからもうこの絵で見れば全然違う。あとはね、そしてあなたの今対人恐怖症とかの者だったら、まあそういう人はね、この動画は結構対人恐怖症は結構ね収まるというのをテクニックをこちらに紹介いたします。ぜひご覧になってください。ではレシェイプの皆さん、僕は毎日この動画を投稿しますので、だから登録ボタンや通信ボタンもお願いいたします。またもしその動画を見たら、あ、めちゃくちゃ価値あるなって思ったら、友達にもシェアしてください。自分の思うものはシェアはケアですけれども、他の人のシェアをすると、配れると、その人に世話をするというのことですね。だから友達にもシェアして、またご評価もお願いいたします。そして、もしよかったら、あなたはね、こう対人恐怖症とか、まあ、いろんなね心理学の悩みを抱えている方でしたら、まあ、こちらの動画もご覧になって、そちらにもいろんなビジネスについても語っておりますので、ぜひご覧になってください。では次の動画に会いましょう。